チャオこんにちは、パスタマニアです。今日はですね、パプリカありますよね、厚めのピーマンのと、オリーブ、それからケッパ、あと、厚切りのハム、この4点を使った、アンチョビソースを作ります。使うパスタは 1.9 ミリの太め。それではご視聴最後までよろしくお願いします。パスタの題名はオルトラーナって言うんですけどね、これも聞き慣れない言葉ですが、要は野菜を切る人のことを言うそうです。イタリア語でね、オルトラーナ、つまり今回のパスタの具材もほぼご覧になってわかるようにですね、野菜を切り刻んでるんですよね。徹底的に細かく刻んでます。まあ、これ別に決まった素材にある必要はなくて、もう残ってる、冷蔵庫に残ってる野菜なんでもいいそうですよ。例えばズッキーニとか、今日出なかったけどズッキーニとか、まあ、トマトとかね、それは細かく刻んで、まあ、あとひき肉入れたりとかして、あとね、よく見かけるのはショートパスタで作ってる人がいますね。
前一回それ作ってもらったことがあって、もうすごく美味しかった。最後にかけたレモンの、あれ冷凍レモンのね皮なんですけどね、あれがすごくまあいい雰囲気ですね。それとレモンオイルも足したので、ちょっとこう夏っぽい感じの、それでいて奥が深い味の強い野菜がいっぱい入ってて美味しいです。ではいただきます。今作ったオルトラーナの細かい野菜がたっぷり、今日はハムの残りも全部使いました。いただきます。うんうんうん、ごちそうさまでした。今日も大変美味しくいただきました、今日はオルトラーナを作らせていただきました。またあのコメントなんかありましたらぜひ教えてください。それから作ってもらいたいもの、お前これ作れみたいなものがあればそれも教えていただけると助かります。では今日はこの辺りで終わりにします。またこのチャンネルでお目にかかれたら嬉しいです。ではまた、チャオチャオ。